はい、皆さんこんにちは、ニカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、前回の続きからやっていきたいと思います。23話が少し長くなって、まあちょいと編集をしていて1時間以内に収めようかなと思ってたんですけれども、まあね、なかなかね、編集が難しくて、1時間以内に収めようとすると、なんかちょっと変な感じになっちゃうんですよね。なんでね、ちょっとどうしようかなとも考えてるんですけれども、一応チャプターみたいなのつけて、もうそのまま24話とかは長くなったとしても、アップして、で、なんか長かったらチャプターごとに見てもらえるような感じにしようかなとも思ってます。ちょっとまだここは考え中です。まあそれはいいとして、じゃあ24話進んでいきましょう。離陸成功、機体は安定と、とりあえず。無事に飛び出せたようだね。一時はどうなることかと思ったよ。さすがは空中委員というだけあって、飛行機用のパーツは揃っておったようじゃな。そうね。浮かない顔ですね、博士。修理がうまくいかなかったんですか？素材が足りなかったのよ、修理に必要な。あのお店でですか？何です？純銀と純金よ。シルバーとゴールド？そんな貴金属、何に使うんですか？メインコンピューターとジェネレーターの伝達回路周りに必要なのね、これが。予備はないんかい。古来より銀と金は手元に置け。抱いて眠れっちゅうじゃろうが。純度の高いものは手に入らないのよ、普通には。おいおい、そんな状態で龍騎1号落ちたりしないだろうな。動くには動くが、血の巡りが悪いみたいなことになってるんじゃないのか。あら、いい表現ね、実に。要するにそういうことなのね。ジェネレーター出力は上がらないし、次元をくぐるためのディメンションダイブも無理。オーマやシャドルーを追撃しなければならないという時に困りましたね。ないものは仕方あるまい。降下自体は問題ないんだな、博士。降下中よ、今まさに。さっき確認した金の鎖に向かってね。だましだまし行くしかないか。だが、金と銀、入手方法はあるのか？あっと、見えてきたようよ、金の鎖が。モニターつけるから。金なんてこの金の鎖を回収すればいいじゃん。わあ、すごい。歯車の上に町があるよ。そして、そこに金の鎖が。ここはどこなんですか？冗談だろう。こいつは、ここは。笑えねえな。だが間違いないぜ、ここは。バーゼル、私たちの小さな世界。なんだって？間違いないのか？こんな見慣れたいびつな世界がいくつもあるとは思えねえ。じゃあここははるか未来、ゼファーたちの住む地球だっていうのか？まさかのご帰還ってわけだ。けど、ここも金の鎖が結構あるな。空中戦艦バルログはそれを回収するために上空まで来ていたということか。私たちも急いで降下しましょう。バシュロン、安全に降りられるところは？そうだな、スクエアガーデンがいいだろう。どのあたりだ？上か？それとも下か？もしや真ん中なのか？上層のちょうど鎖が刺さっているところです。俺たちがザ・ワールドに入り込んだのもそこだし、ちょうどいいんじゃね？そうなのか？サイバースペースに接続できるなら動きやすくなるな。決まりね。それなら。じゃあ、あの辺りに着陸するから。なんだ、雪が降ってんのか、これ。いや、この金を削って持ってけばいいじゃん。金の鎖なんだから。ここがスクエアガーデンか。思ったより小綺麗なところじゃねえか。ですが、金の鎖がその眺めを台無しにしています。オーマはまだ来ていないのでしょうか。これは探偵するチャンスじゃないかな。そうしたいんだけど、分析の要になるメインコンピューターがね。あ、そうか。純銀と純金か。金の鎖を削って純金の代わりにならないかな。純金？そして純銀？ん？もしかしたらあいつなら持ってるかもしれねえな。あいつ？何か当てがあるのか？エベルシティまで降りれば何かあるかもしれないけどさ、ジャンク品ばっかりだぜ。純度は高くないとダメよ、本当に。困った時は我らがカーディナル様ってやつさ。カーディナル？何者だ？カーディナルというのはこのバーゼルの行政を担う人たちのことです。あとは宗教指導に私たち PMF などに仕事をくれるのもその人たちが多いかな。政治家と宗教家が一緒になったようなものか。この世界のお偉いさんってわけだ。要するに貴族様みたいなもんか。まともな連中だと願いたいもんだな。ただのいけすかない奴らさ。そいつらが金銀の財宝でも隠し持っているというのか。いや、そういう特殊なマテリアルを集めているカーディナルがいるのさ。おい、バシュロン、まさかガリのやつじゃないだろうな。そんなのそいつしかいねえだろ。問題のある人物なの？この状況よ。トラブルは避けたいわ。ちょっと変わってるってだけさ。問題はまず話を聞いてもらえるかだな。金銀プリーズと言ってもすぐにくれるわけないしな。そういうわけだ。その大役は我らがチンベルちゃんに任せる。ちょっとバシロン、なんで私が。お前はあのカーディナルのお気に入りだからな。人選も任せた。俺はめんどくさいからパース。もう二人とも。人選とはどういうことでしょうか。はあ、しょうがないか。どうしようかな。まずはエリシアさんとエリカさん。何をすればいいの？なんだかわかりませんけど、エリカ頑張ります。それから、なんだっけ、こいつ。火花だっけ。火花さんに夏も来てもらっていい？あまりいい予感はしないわね。別にいいけどさ、マジで何？あと、変わったところだと、シャオムーさんにイングリッドさん。今、変わったところと言いよったか？この厚化粧目が。わしらすっぴん美少女に対して。でらすっぴん。あ、このパターンもあるかな。コスモスさんとフィオルンさんに。了解しました、リンベル。何をするのか聞いてから了解した方がいいと思うけど。最後は、セガタさん。その、ガリジャーノンとやらが真面目に遊ばぬやつならば、体で覚えさせるぞ。何かが決まったらしいな。わけがわからんが。芸術的というかエレガントなものを見せないと話をしてくれない人なので、必要な素材が集まるなら何でも結構よ。よし、それじゃあ行ってこい。あ、バーゼルにはモンスターやギャングの連中がうろついてるから、何人かついていった方がいいぜ。わかった、そうしよう。結構大所帯になったな。それじゃあカーディナル、ガリジャーノンに会ってきます。俺たちはどうする？寝てていいのか？付近の警戒をしておいてくれ。金の鎖を狙って、オーマが来る可能性もある。あとは、ここからザ・ワールドに抜けるルートの確保か。前に俺たちが電脳空間に入ったのは、この奥の礼拝堂だから、軽く見とくさ。うん、頼むとしようかのう。わしらが戻るまで、金の鎖には触れるでないぞ。了解だ。現状のまま待機する。それじゃあ、行ってらっしゃい。お土産よろしく。持って帰ってくるとしたら、純金と純銀よ。そっちは遊んでばっかりいちゃダメよ。分かってるわよ、心配性ね。こいつか。お前がなんじゃこりゃだよ。なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ。ここにいるではないか。 TP を心得た美の探求者たちが、見れば見るほど、なんというアグレッシブな発想だ。エレガントにも程があんぞ。おい、なんか緊張してきちゃった。は、そうか。猫かこりゃ、忍者かこりゃ、ババアかこりゃ、ババア、ロボかこりゃ、セガタかこりゃ。は、私としたことが少々取り乱してしまったようだ。クリエイティブディレクターはおるかね。おるなら呼びたまえ。よかった、気に入ってもらえたみたい。何がどう良かったのかさっぱりだが、話は聞いてもらえるようだな。クリエイティブディレクター、誰のことを言ってるの？あ、こちらの方です。チームシンラの浦島千鶴博士です。お目にかかれて光栄ですわ、誠に、カーディナル・ガリジャーノン様。これだけの逸材を集めるとは、なかなかの辣腕ぶり、恐れ入る。慈愛の女神が連れてきた者たちもまた、大いにインスピレーションを与えてくれた。ありがとうございます。あれで生かしていると思っている残念な者たちですが、報われましょう、少しは。なんや、むちゃくちゃ言うてへんか？し、今のところはうまくいってるんだからいいの。それで、ミス・浦島、私に何をお望みかな？ご説明いたしますわね。ほう、純度の高い金と銀を求めておると。ガリジャーノン様はそういった素材を芸術のために使っておられると聞きまして、金と銀、ふむ、そういえば最近使ったような気も。え、本当ですか、ガリジャーノンさん。ふむ、以前、慈愛の女神像を作ったことがあってだな。同じ力強さと麗しさと美しさを持ったものを、トライアングルを描くべく、金と銀を。盛り上がってるところ申し訳ないんだけど、あるのないの？おお、私としたことがとんだミステイクを。答えは一つ。ある。それを譲っていただくことはできますか？お金はお支払いします。聞けば君たちは世界の混沌と戦うべく、金銀の輝きを欲しているというわけではないか。その戦いはこのバーゼルの平穏にもつながっている。ならば私の持つ純金と純銀、戦士たちに進呈しようではないか。ほう、さすがはこの世界の顔役だ。高くつかねばよいがな。純金と純銀の素材は私の管理エリアの一つ、彫刻の森にある。エリア内に敷かれたレールを使えば持ち出すことが可能だ。担いでいかなくてもいいってことか。何から何まで気が利いてるな。しかしこの時期、森には美の妖精がおるかもしれなくてな。少々危険なのだ。危険な美の妖精？何やら甘美なイメージだね。美しき彫刻の森に訪れる美を介する妖精なのだ。妖精との無用な争いは避けたまえ。俺たちの邪魔をしてこなければな。リーンベル、場所はわかるか？うん、よく知ってる。浮かぬ表情なり、いかがした？では諸君、行くがいい。慈愛の女神と共に。慈愛の女神だと？何のことだ？はあ、では行ってまいります。カーディナル・ガリジャーノン。気をつけていきたまえ。ん？おお、いかん。先に彫刻の森に向かった娘たちのこと、伝えるのを忘れていた。だが礼儀正しく悪党にも見える娘たち。仲良くやってくれれば問題はあるまい。仲良くできねえよ。確実に戦闘が起こる。ん？あの箱が宝箱か？ここがカーディナル・ガリジャーノンが言っていた彫刻の森だな。森といっても緑は全く見当たらないな。代わりに金の鎖が。地面を走っているのは路線か？ガリジャーノンさんはこれを使って素材を運び出せるって言ってたけど、そうなるとやっぱりあれね。さっきから何を浮かないじゃん、リーンベル。まあね。じゃあ行きましょう。金と銀の素材は扉の奥の扉の先にあるみたいですから。うん、この奥か。頼もう。あ、鍵はもらってきてるから。ではオープン。あれ、右に宝箱があるけど、何か出てきよった。なんじゃこりゃ。やっぱりこれなのね。銅像が作られているなんてすごいです。素敵ですよ、リーンベルさん。そうだな。このスカートの感じとかよくできている。芸術度満点。無理に褒めるのはやめてください。で、これが素材と関係あるの？必要なのは金と銀よね。まさかこんなしみったれた像じゃないのよ、確実に。悪口もやめてください。これはレールから下ろさなかっただけ。本命は次よ、次。私が奥に行って素材をレールに乗せるから、それを出口まで移動させるだけよ、速やかに。なんだ、それだけか。楽勝だね。いつものパターンだとそうそううまくいくとも思えないのよね。警戒は怠らないようにしましょう。金の鎖も今回は私たちだけで確保したいところですが。動体反応、接近。やはり簡単にはいかんか。カーディナルが言っていた美の妖精って、まさかこいつら？妖精ってなんか想像してたのと違うな。サビサビだし気持ち悪。ま、それは場所によるじゃろ。あれを基準にするといろんな妖精がどいかりするぞ。じゃ、私は奥から素材を送り出すからよろしくね、あとは。とにかく、像を運ぶ障害になるわね。邪魔者にはお帰り願おうかしら。妖精とやらがこやつらだけなら良いのだが。危険な美の妖精たち。トロッコを守るため敵を全滅させる。トロッコを守るためってどういうこと？普通に敵を全滅させるっていうあれじゃないの？そうか、待機組が少しいるから、今回部隊が分かれてるんだね。どうしようかな。こいつ入れて、セガタか。セガタ。あ、いたいたいた。セガタここに入れよう。OK。ちょうど半分になってんのかな、そうすると。敵ユニット、お宝解雇は5ターンで逃げ出してしまいます。お宝解雇ってどれ？ん？これは？これは普通の宝箱だよね。宝箱、宝箱。あ、これか。結構遠くにいるな。大神が、あ、いるな。大神がいるってことは、あれ、こっちじゃねえ。あ、いいのか。大神の風を使おう。チュンリーを向かわせるか。よし、突撃だ。お願いします。あれ、なんか武装が変わってるこいつ。もっと貧弱だった気がするんだけど。そういや、クラス A のやつをちょっと1回ずつ鍛えられるやつは鍛えたんですよね。ストライダーで宝箱を取りつつ、こいつを排除する。あ、そう、こいつが一番貧弱だよ。ちょっと違う敵だったんだね。一撃。この像何なんだよ。あとは、バーチャーファイター組か。6000減らせられんのか、これ。ブロックはないから、結構外れてんな。超外れてんだけど。うん、使っちゃおう。15レベル、ようやく。あとこいつもレベルは低いから、まずコスモスで減らそう。だいぶ減らしたな。いや、読めるなこれ。マジか。頼む、3862発当たってくれれば。全然弱え51とか。レベル1上がるだけで結構上がるのかな、攻撃力とかって。ヤクザモン頼むぜ。こいつもまだ15にすらなってない。どうなんだろうな、これ先に進んじゃっていいのかな。引いてダメージ食らった。今爆発したけど。準備はいい？参りましょう。ほりゃ。まあストライダー飛竜はね、単独で動いても多分なんとかなるけど。おお、また来た。あ、何か来ました。博士が欲しがっている素材の一つでしょうか。で、銀色の像出た。純銀の素材っていうこと？もうなんで同じものを別の素材で作るの？下のトロッコごと銀で作る必要はあるんだろうか。ガッハッハ、贅沢で良いではないか。銅像ならまだしも銀の像などそうそうなかろう。そう珍しくもねえぜ。銀の像ならこっちにもいるんだけどな。ジュリ、こんなところまでのこのこやってきやがって、暇なのかてめえらはよ。むしろ忙しいぜ、お前たちが悪さをするせいでな。シャドル、やはりここに降りていたのね。おい、シャドルが使っている銀の像ってのはまさかこれ銀なんだV デュラル。いや、確かに銀色だけどさ、いいな。奴は銀のデュラルでは断じてない。メッキの量産型ということね。そんなものを持ってきて何をするつもり？てめえらに合わせたわけじゃねえ。ほら、残りも出な。そこら中の銅像やら、銀像やら、石像やら、どんな趣味なんじゃ全く。金の鎖もあるしな。芸術家は喜びそうだが、厄介だな。喜ぶのがその芸術家だけならいいがな。ああ、この彫刻の森、まだまだ面倒なことが起きそうだぜ。別にこれが攻撃されるとかそういうのはないよね。よいしょ。ピヨノン。ピヨノンってなんか持ってた気がするな。誰か普通に装備してた感じがするんだけど、これ一応燃やすか。ポカン。まあ、とりあえずあの宝箱くんを目指したいから、あれ、移動力プラスって、お、2ターンとか持つんだ。すげえな。これディラルはね絶対倒せねえよ。ちょっとこっちに向けて。これは何デュラルだ。暗い。ちょっと早かったな今。12000か。うおー、カウンター食らった。あれ、ちょっと合わない。こいつはこっちを狙う。これブロック崩しの割にはそんな簡単にブロックが崩れないな。うん、気絶はしないか。おお、技使ってくんのかこいつ。4800、まあそこそこかな。絶対12000は無理だよ。外れてるし。いやー最悪。技使うか。16レベル強弱。ん、なんでこいつ正面からわざわざ攻撃してきたんだ。アホやないか。6200くらいだったら、サポートを入れなくても多分大丈夫だけど。おーっと、これは 90% がでも反撃しよう。いいね。これはあれだな、 XP 貯められんな。そして使う。こいつ通は必殺技使ってくるんだけど、でもあんま強くなかったからな。おお、気絶したー。なんてことだ。この俺に勝負を挑むとは。ほい、いい具合に減ったな。これで経験値稼ぎにはなるはずだ。おお、動いてきた動いてきた。次金が来るのか。おお、来たね。純銀がああだったとなると、純金の像もこうなるか。これも台車ごと丸々黄金かいな。芸術家がやることはわからんの。ふむ、金型が一緒なんじゃろうな。お湯で作れるゼリーを流し込めばプルプルの像が作れるの。こんな大きなゼリーをエリカ君、持ち帰るのは金型じゃなくてこの像そのものだからね。これも合わせて持ち帰ればあの鉄の亀が動けるようになるんですね。そういうこと、さっさと持っていきましょう。今度は金のデュラルなんか出されたらたまらないわ。おっと、おお、ゴールドは大好きなんですね。大間のシース、やはり入り込んでいたか。金の鎖に金の像、どんだけ欲張りなのよ。あんたたちの目的は鎖だけでしょ。その通りです。でも女が光り物大好きなのは本当です。ヤングメンはよく覚えておくといいのね。まあね。女に光り物が必要なんはむしろ年食ってからやけんどな。おう、それもまた夜の真実です。こんな感じにね、わお。この金の鎖ってさ、簡単に解放させられんな。鎖が消えた？すでに回収作業をしていたようね。ザ・ツライト・くのいち、ミスター・ガリジャーノンの許可は得てます。あのマッハボーイが、オーマの好きにやらせたら、この世界も危ないんじゃぞ。サクッと仕事が片付いてハッピーね。働き者が言ってくれて大助かりです。すでに潜伏させているやつがいるか。その通りだったりしますのね。おお、ちょうどいいタイミングなので、私に光り物をくれるニューヤングメンをご紹介しましょうかね。おお、紳士だ。ただいま参上いたしました。主は誰じゃ。どこから来て、そしてどこへ行くんじゃ。僕はソード、シース様の忠実な部下、大間北米支部の兵士にすぎません。確実に追い詰め、痛い目に遭わせましょう。人間型上級エージェントのクローンだな。イエス、我らが大間のテクノロジーは日進月歩エボリューションなのです。嘆かわしい。テクノロジーの前に日本語をもっと勉強しろ。善処します。さて、光の鎖は回収コンプリートしましたので、あとはその金の像もいただきまんぼう。ダメですよ、ウサギさん。それを持っていかれたら車が修理できません。エリカ、余計な情報を敵に与えるな。おお、それを聞いたらますます持っていかなきゃなりません。ヘイ、マーダーギャール、キャモン、レッツゴー。ん、まだ伏兵を。おお、あやめ、ここよ。こうもあやめ、やはりまだ大間と言ったはずだ。大神一郎、すべては戦いの中で見つけろと。こうまの復活はあの鎖が関係しているんでしたね。なんて言ってましたっけ。今の私はこの世界につなぎ止められている、次元を貫く力によってです。よくわからぬが、あの鎖が滅すれば解放されるということかの。だから大間について回っている、そういうことなのか。ウェイト、おしゃべりはそこまでです。あやめに余計なことをしゃべられると、また私がお尻をパニッシュメントされます。それはノーサンキューなのね。というわけで、あやめ、アンダースタン。分かっているわ。貴様への仕置きなど興味はないが、コーマとしてやらねばならんことは分かっている。来なさい、我がしもべたちよ。うわ、来た来た、グロいのが。俺たちがやるべきことは変わらん。金の鎖は先を越されたが、金の像は守ってみせるぜ。逆襲のために必要だからな。それにしても食わせ者の女ばっかりやな。危険な美の妖精っちゅうのはこいつらかいな。さすがにこれ以上は出てこないって。さあやっつけちゃおう。ほんとかよ。今何ターン目 ?3 ターン目か。間に合うな。この V デュラル石像型が倒せるな。ブロックは解除。OK。17。レベルはやっぱり低いからガンガン上がっていくな。どうせ SP 結構あるから、コスモスにこれを使うか。で、あいつ結構どこに出てきたの？ここか。なんかめんどくさいとこに出てきたな。こっから派遣しないといけないじゃん。こいつも狙えない。いや、ここちょっとレベル低いやつらばっかだな。19000当たるかな。ここは横じゃないか。ブロック崩せるやつがねえな。お、よし。ベガの野郎、私に時間稼ぎなんかやらせやがって。そのベガはどこなの、ジュリ。もうここにはいねえ。王まで十分足りてっからな。では、ベガは何をしているのでしょうか、ジュリさん。今頃はな。って、なめてんじゃねえ。言うわけねえだろうが。惜しい。だが、今の様子では、ベガはもうバーゼルを後にしているかもしれん。け、てめえらはここにこもってな。そうはいかない。もう小さな世界の外のこと知ってしまったから。行くわね。うわ、こいつ気絶しておるではないか。43000か。きついな。頼もしい味方がついています。上から行きますよ。ちょっと飛びすぎだよ。大きくなります。これくらい痛い。奥を見ている。奥を見ている。運命は変わる。変えてみせます。未来のために。あと1ターンだな。お、動いたあいつ。ああ、ここに敵がいっぱいいるんだな。奥に宝箱がある。あれはあれで回収しなくては。こいつら飛んでくるかな。いちいち回り道しなくても。これは複数攻撃か。回復させないと。すげえな。おっと、テロスが来た。こんなところにいたか、コスモス。ティロス。どうしてあなたがここに？貴様らのことだ。グランドマスターの残党どもと関わりを持つはずだと思ったのよ。あんたも上空のバルログからここへ。奴らはサイバースペースを中心に動いている。のこのこ出ていく必要などないわ。バシロンたちが言っとったな。ここは夢の電脳空間に包みとるんじゃ。テロスさんはそこから来たってことですね。残党どもはそこで何をしている？は、知ったことか。シグマの軍とも手を組んでいるようだが、興味などない。私の狙いはコスモス。貴様だけだ。テロス。わかった。ならばもう用はない。私もコスモス以外に用はない。だが、貴様らに用がある者がいるよね。どれだけ出てくるんでしょうか、妖精は。こいつは。またこの女やとはな。テロス。こやつは貴様の仲間か。知らないわ。サイバースペースから勝手についてきただけよ。私の邪魔をするわけでもない。でも強い力を感じる。面白いとは思うがな。同じ紫色同士、気が合うのかな。テロスは魂を誰よりも求めている。何か感じるものがあるのでしょう。メイナス、何かわかる？すでに失われた魂、それが何らかの力でこの世界につなぎ止められている存在。やはり失われた。やはりそうなのか。あ、すでに失われたね。ふん、何を今さら。認めるのか、カズヤ、その女が。どうでもいいことだ。問題はなぜ俺たちの前に姿を現すのかだ。そうだ。初めて現れた時から、なぜ何も言わない。何も喋れないんじゃないかな、こいつ。何か伝えたいことがあるのではないでしょうか。くだらん。だが襲ってくるならば容赦をせん。貴様らとは因縁浅はからぬようだな。だが私には関係のないことだ。敵対する理由がないだけのこと、こいつらのようにね。おお、グノーシス。グノーシス？未来の妖物どもか。鬼神兵まで、どうしてあなたが、テロス。さっき言ったはずよ。私の邪魔をしないなら敵対する理由はない。あなたまさか、黒い顔つきと。奴は自分の世界に戻ると言っていたわ。どうやってかは知らないし、興味もない。同盟を結び、兵を借り受けたのか。これは対価よ。こちらの持つ技術を奴に与えてやったことへの。仲良きことは美しきこと。感動した。感動するとこちゃうぞ。こっちにとっちゃん。こいつはまさに大迷惑じゃ。バーゼルにここまで入り込んでいるとなると、スケアガーデンの方も危険だな。そうだね、片付けちゃおう。そんで、もらうもんもらって合流しよう。決まりね。じゃあコスモス、よろしく。了解です。グノーシスを固着します。ヒルベルトエフェクト。すっげえいっぱいいるな。これ大丈夫か、チュンリー。こんなとこに行くけど。まず、こいつを始末しよう。子供扱いしな。ブロックすげえ。マックスブロックじゃねえか。ま、ブロックさえ破壊できれば。でも防御力も高いな。ハイポリマーパッド、なんかよくわかんねえの手に入れたな。ちょっとストライダー、あれいけねえし、ここ邪魔もんがいるのか。こいつら減ってるから、まあ、一旦、またチョコレートだな。数的にチョコレートは結構あるから。1400。お願いします。燃やせ燃やせ。ギリギリだな。おお、14から17に一気に上がった。消え去れ、お主に用はない。影丸、アンズルナ・アキラ、シャドルを追い続ければ必ずやたどり着く。OK。で、ちょっと大神は、風が使えない。SP、グミは多分いっぱい余ってっから、ストライダーに使おう。これで。こいつどうしようかな。まあ行くか。一人で大丈夫でしょう。準備はいい？私です。参る。行くぞ。さすがにもう増援は出てこないと思うから、この黄色の像みたいなの邪魔だな。応戦しないで大丈夫かな。2500。まあそこそこ食らうけど普通の攻撃だし。すっげえいっぱいいんなこうやって見るとやっぱりこれは待機して待ってた方がいいな。これ別に狙われるわけじゃないんで、守れとかそういうものでもないな。まずこいつここに立って、1、2、2人か。じゃあこっちだな。ここで、1、2、3、まあ3人入ればいいか。よし。で、こいつ。あれソードどこ行ったソード。あ、ソードあっちか。こいつが狙えるな。絶対反撃してくんな。まあいいか。気絶させられるときに、できれば気絶させたいけど。おお、ダメだったか。気絶はしないか。そんなやわではないか。カウンター3人入ってたな今。うお、誰かクリティカル食らって気絶してる。カウンターってすっげえ強えな。今思うと。隣国か。で、大神はちょっとこいつを倒すか。一応ブロックあんのか。エリカ君、勝利のポーズだ。ちょっとストライダー飛竜が到着するまで厳しいな、戦線が。まあブロックがそんなにあるわけじゃないんで、これ誰だ。ああ、こいつか。うん、ここで応戦する感じだな。完全防御。おお、2800。てかさ、めっちゃ食らったんだけど。一人で暴れてんなこいつは。よし、18。あとレベル低いの誰だっけ。ヤクザモンか。まあ1万くらいだったら楽勝だからな。こっちに来るか。来たね。完全防御しよう。なんか高台にいるけど、これ高低差みたいなのは多分ないからな。うおー、めっちゃいっぱいいるね。こいつら弱えからな。よし、どんどんレベル上がってきな。おお、こいつも銀が運び出された。またちょっとチュンリーの出番だなこれは。ここに行っって、もう適当に1、2、3、4と。ほいー。やはりこれは鍛えよう。強い、普通に。こっちちょっと減っちゃってるからな。コスモスで後ろから狙うか。俺も後に続く。受けろ。忍術解説これにかかれ。勇気と覚悟で行くから。シャッターを撃つの。冷凍弾終わりよ。これで本当に料理してあげる。これでこれだけ。シャットダウン。これだとシャットダウン。16,000。攻撃を一時。おお、そうだ。反撃してくるんだ。でもこれ誰かカウンターしてくれるっしょ。まあ確かにね。4人あれだけ当たれば。リンゴ。ほい。ストライダー飛竜だったらもう絶対1万1000殺せるかんな。ストライダー飛竜はやっぱこっちだな。ブロックはないから、よし、このまま。ま、気絶したからこのままほっとくか。いくつだっけこいつ。1万1000か。いけっかなヤクザモン。横からだったら横じゃねえし届かないのか。まずはガードを崩す。頼みます。残るな。これは残るね。うわっ、人と差つかなかった。ちょっと全然飛ばなかったな。しょうがない。大神さんで倒すか。最後は投げ飛ばされるがいい。爆発したなんで投げると爆発するんだ。おう、暴力反対です。てめえから仕掛けてきたんだろう。俺たちは喧嘩を買ったまでだ。ヤクザ怖いですね。でもミッションはコンプリートです。そんな味気の悪い像は最初からアウトオブガン中。気味の悪いか。お尻ペンペンのプーなのです。グッバイ。散々な言われよう。あのテンションにごまかされるな。奴は初めから金の鎖のみが目的だ。こりゃスクエアガーデンの方にもオーマはおるの。急ぐぞ。こいつここにいるのか。完全に正面切ってだな。まさにこの世は私のものだ。負けないよ。ヒステリックスターって。猫なのにバニーガール。サンキュー。やっぱり正面から行くとちょっとダメージが稼げないな。飛んでるやつはいないからな。痛い。6000か。大きくなります。これくらい見ないで。俺の好きにやらせても打ち砕くからな。遅いぞ。証明手だ。シスト。見ている。ここだ。一緒にやるか。こいつあんまりな前線に出したくないんだよな。というわけでここにいよう。あとボスキャラで残ってんのはまあこいつは残ってるでしょうね。耐えろよ。おい大丈夫か。うわあぶね、マジあぶね。耐え切った、確かに耐え切った。こいつはね稼ぎだからねXP 稼ぎ。この俺に手を出したこと後悔させてやる。あっちに宝箱あるんだった、そういや。22、無理だな。おお、4万もあんのかよ。これ使ってくるぞ、完全防御。うおお、お姉様にまた踏まれたか。そういう趣味はないんだけどな。3000か、いけんな。当選しないと。あ、こいつもいるのか。よし、金が運び出された。宝箱こっちの方にあったよな。ストライダー飛竜を100溜まったらこいつを攻撃しつつこっちを回収する。で、大神の大神じゃねえこいつ、ちょっとスーツっぽいのが似てた。かけとこう。で、死にそうなやつがいるからこいつギリ残った。まああやめさんを倒しつつ XP を貯めると。え、倒せるよ。危ねえ。ちょっと危なかったな。オーケー。私はコウマあやめ。あやめさん、金の鎖は消えている。今なら。ふざけるな、大神一郎。コウマの恨みは、コウマの。大神さん、大丈夫だよ、エリカ君。金の鎖を追えば必ず最後にはたどり着く。あの人を救う道に。よし、137あるからストライダー飛竜はこいつを討伐に行きましょう。いいね、ブロックがない。しかも気絶付き。最後はこれで決めるよ。これは決まったな。終わりだ。雑魚が。おお、封印された。最後の悪あがきか。一つ聞く、貴様は。やめろ。三島和也、聞く必要などない。貴様は風間淳なのか。消えた。たとえそうだったとしても、もはや意味のないことだ。デビル因子とはまた異なる力。そうだとすれば、その出どころは。敵は残しとかないといけないんだよね。まあ、あのコーマ部隊が残るか。ブロックはない。これで殺せるやついるかな。全然ダメっぽい。さすがにいけるか。おいおいおい、どんだけ無駄遣いしてるんや。たまったから、こいつはまた4体巻き込みましょう。お願いします。いいね。これはね、やっぱすっげえ使いやすい。多少威力が低いっていうのは難点だけど、まあマップ兵器というのは得てしてそういうものだからね。あ、そうか、もうあれだ、気絶してるから。ティーロスがいんのかと、厄介部隊としては。ちょっと待ってね。ヒットポイントが大丈夫か。リンゴ一応食っとこう超無駄かもしんないけど。3万か。まずはこれで。よーし。うわ、カウンター食らった。10分の1のカウンターだったか今。4800か。完全に雑魚だな。これで完全防御。うわっって感じになってんな新しい世界に目覚めたか。うわ、ま、封印されつつとしても。さて、13000か。まあブロックもないし大丈夫かな。でも3回かかったか、なんだかんだで。よし、18レベル。アリス・レイジのいるところにいるやつを残しといて、宝箱を回収しよう。で、こいつを誰で殺すかと。うお、すっげえ。ヒットポイントだけは一丁前にあるんだな。横から。ガードがちょっとあるから崩してもらいましょう。これで。おーっとカウンターかー。いてやばい。コスモスかカウンター持ちは。後ろからいけないな。これちょっとアイテム回収係にしよう。で、大神のスキルで風をかけておくか。体で覚えさせるぞ。すげえやられ方だな。やはりこの程度では攻めきれないか。もうコスモスさんを狙うのは諦めたらどうですか。そうはいかないわ。しかしこのままでは拉致があかん。やはり戦力は必要か。いや結構敵いっぱい出してきたよね。テロスが言ってる戦力っていうのはやはり騎神兵の可能性が高いと思う。つまり巨神界に帰る方法がある。しばらくは出てきてないけど黒い鉄の骸骨野郎が怪しくない。テロス、我々の戦いをこれ以上広げてはなりません。本人に向かって言えよ。なんで去った後に言うんだよ。じゃああとはまた宝箱っすね。よし、こいつを殺して終わり。じゃあねー。ダメージ最後食らってたんだけど。いや、なんでこっちに戻してきたの。こう見るとなんというか終了よね。でもこれで龍騎1号が治るんだから溶かす前にお礼を言っておきなさい。女性陣はへへ、リンベル様ありがたやありがたや。まるで神のお心のように輝いています。神々しいですリンベルさん。ちょっともうやめてください。さて儀式も済んだところで男たちの出番なのね。次は素晴らしい素材をありがとうリンベル君。俺はもういいのセガタ君。男の役目は決まってるでしょ。運ぶのよ金と銀の像を。ここからどうするのかとも思っていたがそういうことか。こう見えて近距離パワー型のコスモスなんかもいるから大丈夫じゃろう。お役に立てれば幸いです。こうしているうちにもスクエアガーデンで何が起こっているかの可能性もある。それじゃあ男たちはさっさとお願いね。まったくこき使ってくれる。男だからって力があると思ったら大間違いだぞ。特に仲間にはなってないな。誰か来たっけ。来てないよね。もうこれで全員なのかな。というところで、じゃあ次はもう一部隊の方ですかね。多分カスタマイズでも無理だろうな。今のメンツしかいないからね。このシステムちょっと改善してほしいな。はい、じゃあ24話はこれで終了したいと思います。